神戸電鉄、神戸電鉄株式会社、神戸電鉄は、兵庫県南東部で、神戸市の港川駅を起点に、有馬温泉、三田、青尾へ伸びる、鉄道路線を運営する阪急阪神、ホールディングスグループの鉄道会社。古くは、創業時の社名、神戸有馬電気鉄道の略称から新、U、現在は、新鉄と呼ばれ、沿線には、新電と呼ぶ年配者もいる。 2004年までは準大手施設とされていた。本社は、神戸市兵庫区新海地1丁目3番24号。スルッと関西でカードに印字される符号はキロバイトで、ある。全国登山鉄道パーミル会加盟会社。駅ナンバリングの路線記号はすべて、キロバイトから、詳細公設参照。一部の駅の接近メロディには、メンデルスゾーン作曲公共曲第4番。 イタリア第一学章のアレンジが使用されている。駅名表は、一昔前、漢字表示が大きかった頃の半球のそれに似ている。しかし、新鉄は八角形の形を取り、角が丸い半球とは一線を画す。1988年4月1日における、神戸電気鉄道株式会社から、神戸電鉄株式会社への社名変更と同時に、現在の丸山、横山、 キズ、小畑、坂江、三木、大村、四条、小野野旧駅で、それまで駅名に関されていた、電鉄の名前を外した。駅ナンバリングは2014年4月1日より、阪神電気鉄道と山陽電気鉄道と同時に、神戸電鉄でも導入された。アルファベットには全路線の全駅で、キロバイト、神戸を使用し、これと数字で構成される。 ただし駅ナンバリング導入時点で営業休止中の駅には導入されていない。阪神との共用駅である。新海地駅は阪神の駅番号 HS36 も付され、北上急行電鉄との共用駅である。谷上駅は北上急行電鉄の駅番号である。S01、北上急行電鉄と相互直通する神戸市営地下鉄、西清。 山手線と連番になっているも付されている。いずれの車両も、急峻な勾配に対応できる設計となっていることが特徴である。また、全営業者とも、ブレーキシューに多くの私鉄で使われている、レジン臭ではなく低速域での高い減速性能、高変化に強い中鉄臭を使用している。そのため、停車の際には独特の音と高い減速性能が得られる一部の付随者は除く。 また、そもそも即ブレーキも、全営業車両とも3ノッチ以上搭載されており、また非常電性といわれる空気ブレーキが故障し、使用できなくなった場合を想定して電動機を限界まで使用し、停車寸前まで減速することができる、独特の装置を5000系、6000系と6500系以外の営業車両が装備している。なお、直通予備ブレーキは、同系列を含む、 全車両に装備している。全車両が地元の川崎重工業製である。また、開業当初から電動機などは三菱電機製で統一されている。3000系以降、1973年以降に製造された車両、1000系列は1979年製ので1350画だからは、旧電鉄の車両に似たマホガニー調の内装や、 ノーオリーブ色の座席モケットが採用されている。現在の編成は4両が主体である。2008年4月の時点で1050系2両、で1062.1064と1070系3両、で171から1073が比例棒のままで残っていたが、2009年3月のダイヤ改正で5両運用が廃止されて、比例棒車が全車運用から外れ。 2010年4月に正式に廃車となった。これにより冷房化率100%となった。電車の形式記号については、かつては電動車は運転台の有無にかかわらず、で、制御車は区派、付随車は差を用いていたが、2 0 0 0系以降の車両では半球同様形式記号が省略されている。半球と同様に車両を心臓することを建造と表現する。 すべて旅客車、旅客車、貨物車、機関車、事業用車。神戸電鉄では、以下の列車種別が設定されている。2017年2月、現在。このほか、特急が、神戸高速線、ありません、三田線で運転されていたが、1998年3月に廃止された。なお、貫通扉に、 方向幕が設置されている車両は、同じ形態の山陽電気鉄道や京阪、電気鉄道の車両と異なり、上部に、行き先、下部に、種別を表示している。ワンマン運転化を路線ごとに段階的に実施し、2005年からは全線でワンマン運転となっているが、列車内で料金を収受せず、駅の改札口を利用する、いわゆる都市型ワンマン列車であることか、 列車内に乗車整理券発行機や運賃箱はない。ただ、訓練などで2万運行を行う場合は乗務員2名以上での運行となる。なお、稀に移動のため乗り合わせた運転士や係員が扉扱いや自動放送を補う放送をする場合がある。2名でワンマン運転の列車に乗車している時は運転士が左側の扉を乗り合わせの係員は 右側の扉を開閉する。また、扉扱いは、玄関機を除き上事前車両の全扉を扱うため、ホームには各車両の乗降状況を映す監視モニターが設置されている。ワンマン対応車両には、神戸電鉄自動放送装置が搭載されている。これは大きく分けて2つの機能があり、1つは自動放送機能、もう1つは停車駅通過防止機能である。 両機能とも、車輪の回転数から動作する区間を算出する。これは、タッチパネル式で場合によりお詫び放送や、行き違い駅でのしばらく停車する旨などを手動により、自動で放送を流すこともできる。しかし、その放送をするかどうかは運転士によって様々であり、長時間停車や乗り換え案内のほか、緊急時には、肉声放送を行う運転士もいる。 また、非常ブレーキをかけた場合等には、完全自動で非常ブレーキがかかります。ご注意ください。などといった自動放送が流れる。なお、6000系、6500系電車に搭載されている自動放送装置は、一つのモニタで自動放送装置や車両の情報を表示可能で、方向膜や客室内液晶モニタの表示も同時に制御することができる。 ワンマン化されている車両で、扉上部に赤外線センサーがついている車両は、扉に一定の大きさ以上のものが挟まれているかを検知するようになっている。赤外線センサー装備車両、4両編成の前、編成、3両編成の一部では、発射時に運転士はセンサー良しと看護する。沿線の病院、美容室、大学、 霊園などの広告宣伝も放送で行っている。大人普通旅客運賃、小には半額10円未満切り上げ。2014年4月1日改定。以下の区間の運賃には乗り継ぎ割引が設定されている。険しい山岳路線が主体かつそれに対応した特殊な機能を有する車両を運行していることに起因する高額な費用が運賃に跳ね返っていることに加え、 三宮を中心とした神戸市内中心部へは、神戸高速鉄の初乗り料金が加算されることから、さらに割高になり、近距離区間においてその弊害が顕著である。そのため、神戸市内の丸山、日踊り越え地区においては、神戸市バスに、青線温線や、人口急増地帯の公園都市線温線でも、新規バスに利用者を奪われ気味である。特に、青線においては、 沿線の車社会化の進行もあってその状況は一層深刻であり、2006年度と2007年度はともに過去最悪の年間12.7億円の赤字を計上しており、さらに2007年までの10年間の累積赤字が102億円に上る。全駅にてピタッパや西日本旅客鉄道、JR 西日本の愛国家などの全国、相互利用対応 IC カード、前期のほか。 キーとかスイカパスもマナゴとかニモか、早か兼、守護かがりできる。アイコカなどピタパ以外の IC カードへのチャージ対応が遅れており、2008年8月の時点までチャージ可能な自動券売機、生産機は一切設置されておらず、アイコカなどピタパ以外の IC カードで、神戸電鉄を利用する場合、特に無人駅で下車する場合は、残高に注意が必要であった。 同年10月に、それらの自動生産機は、IC カードへのチャージプリペイの利用履歴、ポストペイの利用実績が、紹介可能な新型のものに取り替えられている。2017年4月15日より、神戸電鉄において、プリペイド式 IC 乗車カード、i イコカ a 及び i イコカ定期券、他社局との連絡定期券を含むの発売、カードの発行は、JR 西日本を開始した。 全駅で、神戸高速線経由阪急電鉄、阪神電気鉄道、西洋電気鉄道各駅への連絡乗車券が購入できる。この中で阪神側は2009年3月20日に、阪神南馬線が、延伸開業し、近鉄奈良線と、相互直通運転を開始したが、延伸開業後も神戸電鉄側では従来通り4車、連絡乗車券しか発売せず、当面は、 阪神南波線の連絡乗車券も従来通り西九条駅までしか発売しないため、神戸電鉄の駅から阪神南波線を開始、西九条駅で下車しないで九条駅以の駅や大阪南波駅から先の近鉄線方面へ行こうとする場合は、一旦西九条駅までの連絡乗車券を購入し、不足分を着駅で生産する必要がある。 ただしピタパー以降か利用時はそのまま4車連続で乗車できる。大阪南ン駅から近鉄特急を利用する場合は、大阪南ン駅ホームの特急券窓口で特急券を購入る際に近鉄線の目的地までの駅まで生産することができる。また、阪急とつながっている野瀬電鉄への連絡乗車券も発売されていない。しかし2010年4月1日からは、 神戸電鉄と阪神、近鉄などとの共同企画乗車券、なら、イカルガ1デーチケットや、同年4月24日からも、セント君、平常計1日電車乗車券、こちらは、同年11月7日まで、期間限定が発売されたため、神戸電鉄対阪神球条駅員並びに、近鉄奈良線方面へのある程度の利便性は、改善されている。年月、 新型券売機の導入に際して、阪神南波線、大阪南波駅までの連絡乗車券の発券を開始した。青尾線においては、国、兵庫県、神戸市、三木市、小野市の行政支援が、経常利益に含まれている。しかし、青尾線の赤字が、全線の赤字に影響しており、これが割高な旅客運賃に反映されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。